はい、どうもあれです。関係ないけど登録者 6.5 万人おめでとうございます。気づいてくれてありがとう。7万人目指してるので、ぜひ皆さんもチャンネル登録お願いします。皆さんプリキュアってご存知だと思うんですけど、正式メンバーではないプリキュアって知ってますか？もう正式メンバーじゃないプリキュアとか意味がわからないよね。もうプリキュアでいいだろってことで、今回は正式メンバーではないプリキュアが面白かったので見ていきたいと思います。2人はプリキュアスプラッシュスター。2人はプリキュアスプラッシュスターって、もうそんな前から正式メンバーじゃないプリキュアいたんだ。でも一応プリキュアなんでしょ。じゃあどんなプリキュアなんだろう。ごめん、カンフーっていうのは感じるんだけど、どこがプリキュア？そうなんですよね、実はこの2人ミチルとカオルって名前なんですけど、最初からプリキュアではないんですよね。でもプリキュアっぽい顔してるよね。もともとは敵対勢力の幹部だったんですけど、プリキュアたちの友情や自然の美しさに触れて改心し、プリキュアと共に戦うようになって、ミチルとカオルは実質プリキュアじゃないんですかって言われてるんですよ。あのね、他のプリキュアなんだけど、元敵幹部がプリキュアになってるぐらいだから、もうそれはプリキュアだよ。ハートキャッチプリキュア。ハートキャッチプリキュアの劇場版に出てくるピュアアンジェってプリキュアがいるんですけど、これもまた正式メンバーではないプリキュアらしいんですよね。じゃあなんでキュアってついてんだよ。しかもめっちゃデジモンのエンジェモンに似てるらしいんですよ。まさかね、さすがに似てたらもう笑っちゃうよ。ちょっと待って、嘘でしょ、これデジモンだよね。あとついでに言っとくんですけど、このキュアアンジェ、ハートキャッチの世界における初代プリキュアらしいんですよね。もうプリキュアの設定どうなってんの。それはもうね、正式メンバーだろ。で、他にもね、これびっくりなんですけど、たくさん正式メンバーじゃないプリキュアがいるんですよね。ピュアフラワー、ピュアキャンディ、ピュアエンプレス、ピュアテンダー、アロハープリキュア、ピュアミラージュ、仙台のプリンセスプリキュア、ピュアエコー、こいつらが全員正式メンバーじゃないプリキュアってとこが衝撃的ですよね。もうプリキュアに出てるんだからさ、プリキュアでいいだろ。魔法使いプリキュア。最後はね、魔法使いプリキュアなんですけど、プリキュアに出てくるぬいぐるみのモフルンがね、プリキュアになるらしいんですよ。もうモフルンのことプリキュアって言ってんだから、正式メンバーでいいだろ。あともうプリキュア誰でもなれんじゃん。これぬいぐるみなんだよね。モフルンのぬいぐるみ買いに行こう。